おはようございます。リカです。今は5時48分。今から市場に肉を買いに行きたいと思います。こんな朝早く行く理由は、お惣菜売り切れちゃうんですよ。その中でもそのカレーパンがこの前食べた時めちゃくちゃうまくて、カレーパンがもしあれば買いたいですね。カレーパン買ったらもうその場で食べたいと思います。近くの公園とかで。理由は後で説明します。じゃ行ってきます。僕がすごい好きで、今年初めてここ、向こうにある朝市場行ったんですけど、こっちに来た。電話地上さんちょっと行ってみて。はい、お願いしてもいいですか。それとあとあっちにあるザンギの
あれもらえますかね。あの、揚げ、自分で揚げ、揚げるようになってるやつ、はいはい、あれを300ください。300、はい、あれ、あれカレ、カレーパンですかね。あ、そうです、はい、カレーパン2個もらっていいですか、はい、買いました。おはようございます。おはようございます。はい、これと、はい、しじみないですか。あ、オッケーです。じゃあアサリもらいます。あ、はい、はい、これあれですかね、砂出しした方がいいですかね。いや、砂出ししてあるから。もしてある。あ、わ、はい、かりました。はい、買いました。お目当てのものが、カレーパン。あのね、過去最高に出来たてでしたね。いや、マジでよかった。Don't take it personal, I ain't lying. I ain't hiding, I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. It's Monday. なんでこんなに朝早く行ったかというと、カレーパンめっちゃ人気なんですよ。うわ、すげえサクサク。めっちゃうまそうじゃない。うん、まあ、サクサクだからめっちゃうまい。ちなみに帰っても朝ごはん食べますから。サクサク、超出来たて。ほんとね、カレーパンの辛さはね、中辛くらいだと思う。あの、最初は辛くないんだけど、後から辛い。うん、うまっ。よかった、行って。早起きしてよかったな。朝6時半から朝6時半からカレーパン食べてるからね。いや、美味しかった。いや、朝6時半から食うもんじゃないよね。よし、行こう、帰ろう。